お家で休泊？皆さんこんにちは。ここは九州国立博物館の無料体験型展示室アジッパです。アジッパではアジアやヨーロッパの国々の民族衣装、おもちゃ、楽器などを体験することができます。今日は工作コーナーボックスキットより折り紙で作る腕時計をイリナが紹介します。折り紙は15センチの四角の紙からいろんな形を作ることができる、とっても楽しい日本の文化です。世界的にも有名で、折り紙といえば様々な国の人に通じるそうですよ。では今日折り紙の腕時計を作ってくれるのはアジッパキャラクターアッパくんです。アッパくん、アッパくん今日も元気？楽しもうね。準備するものは折り紙1枚と色鉛筆です。まずは折り線をつけます。角と角を合わせます。90度回転させて同じように折ります。中心に向けて角を折ります。反対側も折ります。さらに折りますよ。反対側も折ります。次に2つに折ります。角に折り線をつけます。折り線はしっかりつけるのがポイントなので裏も同じようにします。次が少し難しいのですが、折り線のところを内側に折り込みます。左側も同じように折り込んでください。中心に向けて折ります。反対側も折ります。裏も同じように折ります。あとは広げて四角い箱になるように形を整えます。できました。最後に色鉛筆で針や数字を書いて自分だけの腕時計が出来上がりです。いろんな色で作ってみて洋服とコーディネートしても楽しいかもです。イエーイ。またベルトの部分をマスキングテープなので可愛くアレンジしてみてくださいね。ではまたねー。